アメリカ海軍の原子力空母カール・ビンソンが横須賀を出港し、今は日本を離れました。今回は、このアメリカ原子力空母の今後の展開について紹介したいと思います。日本に2隻目を配備する計画もアメリカは持っているということですが、どうなることやら。中国が増強しつつある軍事力を背景に、近年ますます海洋進出を強め、同時に台湾侵攻にも乗り出しかねない危険な状態ということは、多くの人が不安視しているところだと思います。この感覚は日本だけではなく、アメリカも同様、いえ日本以上に深刻に受け止めているのかもしれません。その証というか、ちょっとした動きがアメリカにありました。それが、海軍が日本に2隻目の原子力空母を配備した場合の研究報告というレポートをアメリカ議会に提出したというニュースです。2021年現在、アメリカ海軍には、ニミッツ級10隻、フォード級のネームシップジェネラルド、R、フォードの合計11隻の原子力空母があります。フォード級2番艦ジョン・ F ・ケネディは、2019年10月に進水し、2024年の就役を予定しているそうです。余談ですが、空母には歴代大統領の名前が付けられるようです。ということは、いつかはドナルド・トランプ空母というものが登場するのでしょうか。11隻の空母の中で、アメリカ本国以外が母港なのは、横須賀基地に配備されている第7艦隊所属のロナルド・レーガンだけです。2011年3月11日発生した東日本大震災の時、アメリカ軍が展開した友達作戦はご存知ですよね。このロナルド・レーガン空母も作戦に投入されたことで知名度が上がったようです。さて、アメリカ海軍はロナルド・レーガン以外に、さらにもう1隻の配備を検討し始めたと言われていますが、その理由としては前述の通り、中国海軍による南シナ海、東シナ海、西太平洋への海洋進出、潜水艦などの艦艇建造数が増えたことなどと思われます。2020年のアメリカ国防総省による年次報告書では、中国海軍の艦艇保有数はアメリカ海軍の約290隻よりずっと多い約350隻と推測されています。特に空母やその護衛用のイージス艦、駆逐艦など大型艦艇の増強が目立つというだけでなく、原潜に関しては弾道ミサイル原子力潜水艦094型、スム級、攻撃型原子力潜水艦095型などの数を増やしていると言われます。攻撃力を増やしていることが丸わかりですね。それを隠そうともせず、むしろ見せつけているかのようにも思えます。また空母ですが、遼寧、山東の2隻にプラスして満水排水量8万5000トン級の大型空母003型の建造も進められているようです。噂によると、この間にはアメリカがフォード級艦に装備し始めた最新鋭電磁カタパルトが設置されるとも言われています。といっても、この電磁カタパルトについては、アメリカ海軍でも、まだ技術的な問題があるということですから、蒸気カタパルトすら実用した経験のない中国海軍が、果たして未稼働することができるのかと疑問視する声も多いようです。でも、安心するのは、まだ早いようです。現在建造が始まったと推定されている004型と、計画が進められている005型は原子力機関が搭載されるという報道があります。もしそれが実現したら、西太平洋におけるパワーバランスの大きな変化を招くことになるでしょう。空母の影になってあまり話題にはされていませんが、
強襲揚陸艦の増強にも力が入っているようです。なんせ経済力がありますから、中国は軍が望むものは即作ることができるのではないかと個人的には考えてしまいます。2021年4月に075型海南級強襲揚陸艦が就役しましたが、この同型艦2隻が建造中なので計8隻体制になると思われます。また現有の071型玉明ドッグ型揚陸艦8隻と合わせると強力な海陸両用作戦能力を持つことになりますから、長年の因縁のある台湾への侵攻という考えたくない最悪の状況がいよいよ現実のものになりかねないことになります。こういった状況の中なのに、2021年8月上旬現在、アメリカ第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは中東に出動してしまいました。アメリカ海軍の空母はアジアに一隻もいない空白期に入ってしまったのです。従来はアラビア海に空母ドワイト・D・アイゼンハワーが派遣されていましたが、修理のためアメリカ本国に帰国しました。そのためアフガニスタンから撤退するアメリカ軍の支援作業をロナルド・レーガンが行うことになったのです。20年の長きにわたるアフガン戦争の終わりは喜ばしいことですが、後に様々な問題が山積されてはいますが、ロナルド・レーガンはこの難しい役目2021年9月までアラビア海に滞在しつつ行うことになりました。ロナルド・レーガンの代わりとしてアメリカ海軍は空母カール・ビンソンをアジアに派遣することに決定しました。カール・ビンソンは現在太平洋を西に航行しているようです。このカール・ビンソンですが、東太平洋が担当海域の第3艦隊所属です。第3艦隊は常日頃から西太平洋とインド洋を担当する第7艦隊とともにアメリカ太平洋艦隊を構成することもありますし、第7艦隊および中東地域担当の第5艦隊には空母を含む艦艇をローテーションで派遣しているそうです。ということはカール・ビンソンも全く日本やアジアに無縁の空母というわけではないということで、ちょっと安心しますね。今回は直接カール・ビンソンを含む第5艦隊を派遣するのではなく、ロナルド・レーガンの代わりに第7艦隊の指揮下に置くという形にしたのには理由があるようです。カール・ビンソンはニミッツ級空母の中で一番先に最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F-35C ライトニング2の飛行隊を艦載した空母でした。そのため中国を牽制するには最も効果的という判断が下ったというのです。またカール・ビンソンは今月末イギリス海軍の空母クイーン・エリザベスと合同演習を行うと考えられていますし、そこには海事の出雲なども参加するという意見もあるようです。現在大型空母2隻を保有し、さらに数年後には3隻の保有が予想される中国海軍。それに対抗するにはアメリカ海軍としても3隻以上の空母を常時西太平洋、南シナ海、東シナ海に配置しておかなければならないと思われるのですが、世界の警察官を名乗っていたアメリカにしても世界中に空母をローテーションしながら配置するには11隻ではとても足りません。どう考えても無理がありますよね。となると同盟国へ目が向きますよね。2021年現在空母をアジア方面に派遣できるアメリカの同盟国や
友好国の空母といえば、イギリス海軍では、空母クイーンエリザベス級のクイーンエリザベスと、プリンス・オブ・ウェールズの2隻、フランス海軍では、原子力空母シャルル・ド・ゴール、F-35B 戦闘機を搭載している、イタリア海軍のカブールぐらいと考えられます。合計4隻ということになります。しかし、これらの国にしても、母国が第一ですから、そう簡単にアジアへ来てくれるとは思えません。そのため、アメリカ海軍は、強襲揚陸艦を、ライトニング空母として、海兵隊の F-35B を空母戦力を補填する役目にしたいと考えているようです。と同時に、海自の出雲、片越英艦を空母化することにも、期待をしているようです。いずれにしても、巨額の資金を、惜しげもなく、軍事につぎ込むお隣中国の動きについては、頼もしい同盟国アメリカ頼りではなく、日本も自ら動く必要があると思われます。